ベッカー大将、カール・ハインリヒ・エミール・ベッカーは、ドイツの軍人、弾道学者、兵器研究者。最終階級は、ドイツ国防軍砲兵大将、陸軍兵器局長を務めた。シュパイアーに生まれる。故郷のギムナジウムを卒業。1898年7月に、バイエルン王国軍、第二砲兵連隊に入営。1905年に結婚し、 次男を設ける1906年から1909年まで、ベルリン・シャルロッテンブルク軍事技術アカデミーで学ぶ。その後2年間、弾道学者、カール・クランツの助手を務めた。1911年、砲兵試験委員会に属する。1914年の第一次世界大戦の開戦と、同時に大員として42センチメートル砲中隊の指揮官となった。 1916年に再度砲兵試験委員に転じる。終戦とともに同委員会は解散し、バイマル共和国軍の武器観察部が設置され、その部長に就任した。1919年から1922年まで、ベルリンシャルロッテンブルク技術大学で科学を学び、工学博士号を取得。1922年に少佐に昇進。武器、兵器観察部は、 陸軍兵器局に改組され、1926年から弾道部及び弾薬部長を務める。1927年に中佐、1930年に大佐に昇進。1932年、陸軍兵器局試験部長に転じる。同年、プロイ先週文化賞より、フンボルト大学の軍事学名誉教授に任命された。1933年3月、 シャルロッテンブルク技術大学で軍事技術教授に就任し、一般技術学部長を務める。そこでは新設の物理工学の講座も担当した。同年少々に昇進。1936年にカイザービルヘルム学術協会の参事となり、1937年には国家研究委員会委員長に任命された。1929年以降、 陸軍兵器局研究部長としてロケット兵器開発を推進し、1931年のベッカーによる開発計画に基づき、1932年に液体燃料ロケットミラクス3のプロトタイプを開発した。1936年にはベーネミューンで陸軍実験場の設立者の一人となった。1936年10月に砲兵大将に昇進。 1938年3月に、クルトリーゼの公認として、陸軍兵器局長に就任した。第二次世界大戦諸島の1940年4月、弾薬供給不足の責任を問われ、自殺した。シャルロッテンブルク工科大学前の広場で国葬が行われた。ありがとうございます。